怪物で固められた敵の防衛拠点に対し、リクソンらは家計を実行する。策はなり、敵の強固な守りを突き崩すことに成功した。イグドラシルへの突破口を切り開くには、続けて他の要衝も打ち崩す必要がある。その一つを守っているのは平の清盛だった。清盛は怪しげな術を用いる怪僧。彼に対抗するべく安倍の生命と佐治が立ち上がった。術に精通した二将の手腕が試される。この地を守備しておるのは平の清盛となれば、何か妖術で小細工を仕掛けてくるに違いあるまい。術には術で対抗するのがいいだろう。ここは小生と生命とでその役目を担うべきと思うが、いかがかな。ああ、異論はないよ。しかし術比べとは少々面倒なことになりそうだね。なれど、こちらは実者が二人。我らが立ち向かえば必ずや清盛を抑えられよう。生命よ、そなたの力を小生に貸したまえ。佐治殿の足を引っ張らぬよう力を尽くすとしよう。揃えてきたようだ。ぶん飲みで押しても攻めきれまい。ならば私たちの術でどうにかしよう。準備の上、少し時間をもらえるだろう。小生と生命、二人なればこその秘術、期待しているといい。悪党水車だ。サジたちの邪魔をさせねえ。わしが全部蹴散らしてやるぜ。頭を使うばかりが仕事ではない。役目とあらば果たすまで。敵将を討ち取っちゃえ。チェッフチェッフチェッ任務だ。おやっさすがの働きよ。そなたならこの戦場も平らかにできよう。撃滅だ。気合だ。つら。とわ。て。気合だ。気合だ。準備が整うまであと一息といったところ。もうしばらく妖魔らを抑えてくれたまえ。運命だ。物どもかかれ。こんなとこだな。これぐらいにしといてやる。悪に染まれ。運命だ。かかってこい。
私の指揮も霞むというものだ。とどめを刺す。待たせてすまないね。術の完成までもう少しだ。消え失せろ。おめえなら当然の働きだな。頼りにしてるぜ。みんなよくここまで耐え抜いた。今こそ我らの術を披露しよう。任務だな。おい待て、俺は味方だ。一体どうしちまったんだよ。怪物をまとめて味方につけるなんてな。よっしゃ、今度はわしらが攻める番だぜ。小賢しい術を使いよるならば我が輩も地層をせねばな。源氏の小僧出陣せい。術が鳴るまで我が輩の盾となるのだ。清盛が何やら企んでおる様子。このままでは厄介なことになる。早急に清盛を止める必要があるな。だがまずはあの二人を退けねばならない。もし清盛の指図に従わねばならぬとは、現人武者としてこれ以上の恥辱はない。あまたの火種を潰されましたな。終着しろ。悪に染まれ。運命だ。任務だ。力の開花。攻め立てん。我が肉体に力が集まってきよったわ。ゆえあってここを通すわけにはいかん。命が惜しけりゃ獲物を置いてきな。左だ。敵将撃ち止め。やはり清盛の下では十分に力を発揮できぬか。やりやがるじゃねえか。私の指揮をしのぐほどの働きだな。片代と比べられては不満かな。ただの気まぐれだ。源氏の御曹司がやられようとはな。熱の準備は十分でないが致し方ない。おめえこそ真の戦国武将だ。術に術を。
今度はこちらの番だ。やめておけ。早速支度するか。我ら二人の力思い知らせて死んぜよ。何企んじゃってるのよ、二人さん。清盛のおっさんを困らせちゃダメだぜ。さすがの働きよ。そなたならこの戦場も平らかにできよう。去るとて火種は消さねばなるまい。遊んでくれんのかい？気合だ！おやうわそら！気合だ！ラスさん、大殺到！あんたは強えね。待たせたね。さあ、準備は整えた。小生と生命二人の秘術は以上。その身をもって思い知るとよい。敵将討ち取った。任せ。くしゃくな真似よ。どうやら形勢は定まったな。そのようだね。では清盛を討ち勝負に幕を引くとしようか。おめえなら当然の働きだな。頼りにしてるぜ。昇進突き打って。相手になるぞ。気合いだ。くそいぜ。あがくがい。兵には一目を置かざるを得ない。よし、天敵の体に挑むわけか。サジ殿、引き死に勝る鮮やかなお手並み。術の成功はあなたなしではありえなかった。小生は少しばかり手助けをしたまでのこと。大それたことはしておらぬ。むしろ我らを守り敵を封じた者たちの活躍、それこそが最も称えられるべきであろう。戦に敗れ縄を打たれた時から覚悟はできている。さあ俺を斬るがいい。
待て待て、おめえをどうこうしようって気はねえ。おめえが悪いやつじゃねえことは戦ってよく分かったからな。実はいやいやあっち側についてたんだろ。見透かされていたとは不甲斐ない。ダッキには命を救われた恩がある。それを返さんがためあちらに味方していたのだ。だがどうもあの者たちのなすことには賛同できん。世界を滅ぼすなどという所業の片棒を担ぐなど俺の本意ではないのだ。恥を忍んで頼む。俺と弁慶をお前たちの陣営に加えてはもらえぬだろうか。頼まれなくてもこっちはそうするつもりだったぜ。弁慶、おめえもいいよな。俺様はもちろん義経様に従うぜ。決まりだな。そんじゃ今からわしらは仲間だ。よろしく頼むぜ。皇上に心より感謝する。これよりはお前たちのため全力で働こう。うん、敵を瓦解させたばかりでなく新たな同胞も得られたか。戦果は上々であるな。そのようだね。さてあとは他の部隊の吉報を待つとしようか。成功したようだな。